どうもアルダンです。今回は夏タイヤのホイールにハセプロさんのリアルカラーリムシートを貼っていきたいと思います。以前にも冬タイヤ用のホイールに同じものを貼っていたんですけれども、今回たまたまオートバックスの方でアウトレット品としてすごく安く売っていたので、そちらを購入して貼ってみようかなっていうふうに思いました。通常は3000円ぐらいするんですけれども、アウトレット品ということで990円で売ってたんで、もうこれは買うしかないなっていう感じで買っちゃいました。で、今回の夏タイヤ用のホイールなんですけれども、基本的には去年の7月に購入しているので、まだ1年も経っていないですし、冬はスタッドレスタイヤに履き替えてたんで、実質的に半年も使っていないんですけれども、せっかく安くこのリムシートが手に入ったっていうのと、まあ、あとはネタですよね。ネタがないんで、まあもう貼っちゃおうかなっていう感じで今回貼ることにしました。本当はまだこの白いホイールも全然飽きてないんですけれども、ちょっとネタの方がなかなかないんで、まあしょうがないなっていう部分もあったりするんですよね。このリムシート自体はすごくいい感じのものだったんで、まあ、後々貼ってもいいなって思ってたんですけれども、本当であればまだこの白いホイールに飽きているわけではないんで、もうしばらく来年ぐらいまでこのまんま白いまんま楽しみたいなって思っていたんですけれども、まあさすがにちょっとネタもないので、今回、まあ、せっかく安く手に入ったんで、もう貼っちゃおうかなっていう感じで貼ることにしました。一応商品としては17インチ用なんですけれども、私のこの夏タイヤは16インチなんで、余分な分はカットして使うことにします。基本的に貼るっていうのはもう前回冬タイヤ用のホイールでやってることと同じになっちゃうんですけれども、まあ、リムの部分の汚れをきれいにして脱脂をして貼るだけですね。一応貼る位置なんですけれども、まあ、リムの一番外周側に貼ろうか、または真ん中にくぼみがあるんでそこに貼るのか、またはそのくぼみよりさらに内側に貼るのかっていうのでも少し悩んだんですけれども、まあいろいろ考えたんですが、真ん中のくぼんでるところが一番無難かなっていうふうに思いました。外周側でもいいんですけれども、あんまり外すぎると剥がれやすいですし、くぼんでる部分であれば、まあ、当然剥がれにくいんで、まあ、あとはバランスなんかもちょうどよく思えたんで、今回はこの位置に貼ることにしました。まあ、ただちょっとこのくぼみの部分も決してこうこのリムシートとサイズがぴったりってわけではなくて、まあ、ちょっとさじ加減っていうか位置を間違えると内や外によれちゃうんで、まあ、ちょっと貼るのが大変でした。そういう意味ではまあ外周の方が貼りやすかったのかもしれないですけれどもね。で、まあ、一応ちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、まずは後ろのタイヤだけ貼ってみて、まあ、これで前後の比較ができると思うんですけれども、まあちょっと見づらいかもしれないですけど、なかなかいいかなっていうふうに思いました。で、こちらが前後両方貼った状態になります。なかなか思っていた通りっていうか、いい感じに仕上がったなっていうふうに思います。このリアルカラーリムシートっていうのが本当に質感が良くて、で、色味もかなりしっかりとした色味で、まあ、光の加減で少しキラッとしたようなメタリック感もありますし、この赤いラインでホイールがまたちょっと引き締まった感じに見えると思います。
他にもカラーラインナップはたくさんあったんですけれども、まあそのオートバックスのアウトレットとして売ってたのが赤かシルバーだけだったんで、そこはもう赤一択って感じでしたね。冬タイヤ用でもうすでに2シーズンぐらい使ってるんですけれども、全く剥がれる感じもなくて、また色あせとかもほとんどないと思うんで、結構この先もしっかりと長く楽しめるんじゃないかなっていうふうに思います。通常価格で3000円ぐらいなんですけれども、ただまあタイミングが良ければポイントとか値引きとか結構キャンペーンで安くなったりするんで、通常のアウトレットじゃないものもタイミングが良ければ2000円台前半とかで買えると思うんで、それなりに手は出しやすいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、今回は別に飽きてたわけじゃないんですけれども、少し物足りないなとか見慣れたなっていう頃に貼ったり、まあ今回私の場合は赤色を貼ってるんですけれども、まあ、後々別の色に貼り替えるっていうのでもまたイメージチェンジができて面白いんじゃないかなっていうふうに思います。他にも編集をしながら思いついたアイデアとして、もう1セットか2セット買ってこのラインを20とか30にしてみるっていうのも、まあ、ちょっと面白いのかなっていうふうに思いました。あとは例えばレイズの TE37 タイムアタックエディションとかのモデルだと、だいたいホイールの4分の1ぐらいのところに赤いラインが入ってるんですよね。そういうのを見ると、まあ、こういうのもかっこいいなっていうふうに感じました。なので単純に一周ぐるっとラインを回すんじゃなくて、一定の間隔で線を途切れ途切れに配置するとかっていうのもありなんじゃないかなっていうふうに思います。あとはラインの間に何かのロゴを入れたり文字を入れたりとか、そういったものもうまくやればできるんじゃないかなっていうふうに思いますし、いろいろなホイールのデザインなんかもよく研究したりしながら、まあ次回があるのであればそういった感じのもちょっとチャレンジしてみたいなっていう気持ちもあります。まあ、センスのいい方であればもっといいようなアイデアが浮かぶと思うんですけれども、本当にセンスとアイデアがあればバリエーションはかなり多くなるんで、一本のホイールでかなり楽しめるんじゃないかなっていうふうに思います。以上、参考になれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。